皆から臨時線をぐるっと一周して下っていきます。国場駅を発車した列車はこの下のトンネルを抜けて人吉へ向かいます。今から列車は今見えている小川駅の線路へと山をぐるっと一周円を描いて下っていきます。
行きは、豊洲の梅の市が催され、たくさんの人で賑わいます。また、小林市の構内には、桜の木が植えられており、桜の季節には、桜の花が咲き乱れます。スーツバスを出してしますと、小林市です。それでは皆様、列車はなんと先ほど山の上から眺めたあの小林駅の線路へと到着です。あっという間でしたね。今宵本日2回目のスイッチバック運転を行います。スイッチバック運転を行うため、運転士さんが2号車から1号車へと客室長を通り移動を行います。次の小林駅はループ線の途中にあるスイッチバック駅ということで、昔から多くの列車ファンが訪れました。その名残からか訪れた方は駅舎に名刺を貼っていくようになり、今では名刺を貼ると出店するというジンクスもあります。皆様もぜひ本日名刺をお持ちでしたら駅舎に貼ってみてはいかがでしょうか。また小林駅は SL が走っていた頃、休憩をするためのとっても重要な駅でした。ですので列車が発車すると進行方向右手には大きな石造りの給水塔が見えます。そしてホームの端には機関士さんが手や顔を洗うための噴水が今も残されています。 SL はこの駅でたっぷりと水分補給を行い、今下ってきた山道を登っていたんです。どうぞ進行方向の右手にご注目ください。次の小林駅の発車時刻は12時52分です。約4分間停車がございます。お乗り遅れのないようご注意ください。まもなくしますと進行方向右手に大きな石造りの給水塔がご覧になります。それでは小林駅に到着です。4分間の停車で52分の発車となります。お乗り遅れのないようご注意ください。